くれたまつは羽川編。ここがこんぴらさんの階段か。登るぞ。もう少しだ。あれ、ぐでたま何してるの？この階段が786段だったから悩むわ。ってどういうことだ？786で悩むなんだわ。でも縁起が悪いから一段降りる段を加えて語呂を避けたらしいんだわ。へえ。数時間後。いつまで悩んでるの？先行くよ。うわぁ、下がってたんだった。あれ、何悩んでたっけ。グレタマツアー羽川編。瀬戸内海にはアートな島がたくさんある。魂が揺さぶられた。僕もアートするぞ。大立ちはだかるもの。ただの卵パックでしょ。ダリー、大落ちる卵のコンポジション。何でもタイトルさえつけたらいいと思ってるでしょ。無題。アートの才能なくね。じゃあグデタマは？これぞ芸術だ。やる気がなくても才能はあるんだ。ずるい。